ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。今日はリリちゃんとレオンくん、2匹の猫ちゃんと暮らす佐川さんご夫妻を訪ねるよ。爆笑エピソードがいっぱい、お楽しみに。猫ワン。松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。年を取って介護が必要になっても、息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。猫ちゃんお宅訪問。やってきたのは松山市の佐川さんご夫妻のお宅。黒猫ちゃんよく寝てるね。こっちは白黒のハチワレくん。佐川さんご夫妻にカメラを渡していろんな姿を撮ってもらったよ。今日は可愛い2匹の猫ちゃんのお宅にやってきました。2匹言ってもこの2匹じゃございません。こちら飼い主さんですが、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。2匹の猫ちゃん早速紹介していただきたいんですが、1匹目が11歳の女の子、黒猫のリリ、2匹目が2歳の男の子、白黒のハチワレのレオンくんです。2匹、はい、どうやって2人は出会ったんですか。ここの2人じゃなくて猫ちゃんなんですけど。1匹目のリリは私が独身の時に猫が欲しいなと思って動物病院の里親募集を探してて、その中の1匹なんです。で飼ってて、で、まあ、子連れで結婚して一緒に旦那さんとの頃に嫁ぎまして、はいはい、でもう一匹欲しいなっていう風になった時に、たまたま私の知り合いの方が誰かもらってくれませんかっていう記事を上げてて、それを見つけたので、この中の一匹もらおうって言って来たのが2匹目のレオンです。じゃあ子猫ちゃんとリリちゃんの、まあ、折り合いは、なるべく上のリリを可愛がるようにはしました。力任せにやっぱり子猫だった時にリリを噛んじゃう。でそれでリリもやり返すことを知らなかったので、もうギャーって言って逃げる、それをまだ追っかけるっていうことを続けてたので、これは私が兄弟猫にならないといけないと思って。で、レオンがリリを噛んだ瞬間に私がレオンを連れてきてちょっと噛みました。ダメだぞガブーってレオンもそういう教育はいるんですよね。いるかなと思って、普通ね兄弟同士でやったら多分そういうことを学ぶんでしょうけど、多分それをまだ学ばずなのかなと思ったので私が噛んだんですよ。でもどれぐらい噛んでいいんか分かんないから徐々に力を入れてってギャッて言うまでとりあえず噛んで、そしたらそれからビビられ始めて私のことを。でかい猫が来た。で旦那にすごく懐いてます。あ
どうですか。まあまあ実際本当もう言う通りで、それからはまあ追っかけることもあるけど、やっぱりねこらって言ったらもうすぐやめるとか、だからやっぱ教育になってるからすごく良かったと思いますけどね。まあでも実際噛んでるとこ見ました。どう思いました。わって思いました。わって思いました。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン。佐川さんちのレオンくんとリリちゃん、ご主人のたけしさんはゆかさんと結婚するまで猫を飼ったことがなかったそうです。たけしさん、猫を飼ってみてどうですか。朝おはようって、おはようって向こうが返してくる。でお腹空いてたらご飯って言ってきます。またまた どういう風に言うんですか。じゃ あおはようは、おはようって普通に僕は話しかけたらおはようって、はい、聞こえますよ。完璧に、完全に聞こえますよ。本当ですか。いや、なんか猫飼い始めてから私より猫バカ親になってるので。ほんで何、ご飯はどう。ご飯いるって言ったらワーンワーンって鳴きます。泣き方が違うんで、はい、わかります。そうなんですね、はいはい、今日本語を覚えてるのその2つだけ。なるほど。次覚えさせたいのは何ですかね。次何かな。おかえり。あ、おかえりかな。あ、いけそうですよね。おかえり、ちょっとね4文字になるんで、おかえり、うん、おかえりですね。そうですね、そうですね。これ英才教育がまた、ボス猫から。ボス猫から。いやいや、ね、難しいですね。僕一回頭におしっこされてたんですけど、直で、直シャーッ と, シャーッと。これどういうことなんですか。いや、これが今 の, あのお家に引っ越してきたんです、去年の夏に、はい、で引っ越ししてから2週間経ってから、でもレオンの下のレオンの方はちょっと食欲がなくなったりとかしてたんですけど、まあそういう面で見えて出た、はい、あの引っ越しのストレスは、はい、上のリリは全然普通と変わらない感じだったんで、あ、いけるいけるって思ってたんですけど、はい、2週間後ぐらいから朝めちゃくちゃ泣くようになって、にゃーにゃーにゃーって。で今まではなんかあのあんまり要求に応えたら朝起きないといけなくなるからと思って無視をしてたんですよ、はい、で同じように無視してたら、うちらの頭元でおしっこするようになって。どんな感触でした。感触というか、気がついたらこうあって、夏だったんで汗かなって最初自分汗が、あ、すごい汗かいてるわと思ったら、もう明らかにもう猫ちゃんの粗相のに、かぐわしい、かぐわしい、もうわーってもう朝起きた瞬間からブルーになって。シャンプー代わりにはならない。ならないですね。はい、トイレだと思われちゃいますから、それ残しとくと。もう必死でシャンプーしました。ですよね、はい、うわ、それで引っ越しの トラブルじゃないや、そのストレスはどうやって解消していったんですか。もうとにかく大丈夫だよ大丈夫だよって言ってあげるしかないって言われて、あ、そっかと思って、寝る前に、まあ、抱っこが嫌いなので彼女は、なので私が撫でて、うん、今日も一緒に寝るよ大丈夫だよっていう風に声をかけるようになったんですよ。でそれとあとはトイレがやっぱり柔らかい素材の方が好きなのかなとも思って、あの寝室に3つトイレを用意してるんですけど、そのうちの1個は、砂をのけて、シートだけにしてみたりとか、屋根もついてるんですけど屋根ものけてみようとかっていうのも一緒にやっていったりとかしたら次第になくなりました。犬や猫、フェレット、ウサギ、
ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか？建築家にだってなれるかも。夢を広げるテローグループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。佐川たけしさん、ゆかさんご夫妻の2匹の猫ちゃんのお話を聞いている今日の猫ワン。ゆかさんは今治のバリバリ FM で DJ をされてますね、はい、ちょっとせっかくなんで宣伝しましょう。はい、ありがとうございます。FM ラジオバリバリで、毎週火曜日夕方5時半から、7時までの、1時間半でババはパラダイスっていう月曜日から金曜日もある中で火曜日担当をさせていただいています。その時 あのパーソナリティ名は旧姓の古藤由香でさせていただいております。ぜひ聞いていただけたら嬉しいです、はい、インターネットでも聞けますからね。はい、聞けます。全国から聞けますので、はい、リリーが2年前かなに、動物病院に行った時に歯肉炎になっていて、はい、奥歯4本抜かないといけないというふうになりまして、あの全身麻酔をかけるので、まあ、この日に手術しましょうと決まりました、うん、はい、でその前の日は全身麻酔するので晩ご飯は夜8時までにお願いしますと言われました。で夜8時に餌を引っ込めて、でその後様子見てたらなんか途中で2人が追っかけっこした後になんか急にリリがうがうがうがみたいな感じになりだして、えどうしたんどうしたんっていつも吐きやすい子ではあるけど、えどうしたんやろうと思って、うがうがああああみたいな感じでやるんで、あれと思って、えどうしたん口の中なんか挟まっとんって、口の中見るけど挟まってる感じはないし、なんだろうって言いながら、まあ翌朝どうせ病院連れていくしって言って、でまあ寝ました。で朝起きました。いつも布団の中に一緒にいるのにもう床の上でなんかよだれがこう出た状態やって、えこれは絶対おかしいってってなって、はい、うん、でその日私は仕事だったので旦那さんにこれのことを絶対病院の先生にも言ってねって言って連れてってもらいました。で旦那さん帰ってきて、私も仕事から帰ってきて、どうだったって言ったら、顎脱臼だってって言われてはぁ顎だ脱臼とか言って、まさか顎外れてると思わないんで、でいや、えそれってよくあることなんって聞いたら、いやこれよくあるんですかって旦那さんも聞いたらしく、病院の先生がいやあんまないですねってで顎は入ったんですか？入りました。なんかよっぽどの衝撃があったらしく、 ありましたかなんかありました、どっかから高いところから落ちましたかとかも聞かれたらしくって、でもいやその前に確かに追っかけっこはしてたと、はい、でおそらくこのソファーからなんかちょっと落ちたような感じは 見たような見てないようなみたいな、2人ともけど、まあなんかその後からだったんで、おそらくソファーの上から落ちたのかなと勢いよく、顎入れるのに猫も全身麻酔かけないといけないらしくって、そうそうなんですよ。だからたまたま歯を抜く予定だったんで、じゃあ顎も入れときますねみたいなちょうどよかった、ちょうどよかった、不幸中の幸いなのか寝てる間に顎も入れてもらい歯も抜いてもらったんでやっぱり一回外れた子は外れやすいって聞いたので、
あのどういうところを見たらいいですかって聞いたんですよ、はいはい、そしたらなんかご飯が食べれなくなるとか、はい、食べようとするんだけど食べれなくなるとか、うん、あとは舌が出たままになっているとかそういうところで見てくださいっていう、はい、言われました。参考になります、寒い日や雨の日車のエンジンルームに猫が入っていることが。そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック。同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。2年経ってみて猫ってどうですか？猫可愛いですね本当に。あら、はい、あの最初の何でしょう、あのいろんな昔話とかに出てくる猫のイメージ、化け猫って猫とかこう、はい、でなんかやっぱ気ままなんで、ええ、こう自分の犬派の人が必ず言うのは言うこと聞かないでしょっていう、はいはい、言うんですけど、ええ、でも全部そう思ってた、はい、けどでも全然そんなことないし、まあ、特にあの、ね、僕に懐いてるって言ったその2匹目のレオンなんかは呼んだら来るんで、レオンって言って、あ、今ビビってきてないですけどちょっと呼んでもらっていいですか？はい、レオン、レオンくん、あ、ダメですね、どうそうなんですね、はい、おー、じゃあ飼ってから初めて魅力が分かったと。そうですね、本当にそうですね。犬と違ってこういうとこ可愛いよっていうところありますか？逆、困ってることでもあるんですけど、可愛いなと思うのは、僕が家の、まあ、帰ってきてから、まあ、家の中でいろいろこう着替えたり、うん、用事したりとかしてる間中ずっとついてくる、まあ、歩いてついてくるでこう話しかけてくるんですよ。にゃー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 、多分何かしてほしいのかで、まあ、やっとこういろんなね、やらないといけないこと終わって、まあリビングに座ったら膝の上乗ってきて、でなん結局早く座って膝の上乗せろってことかみたいなっていうのがレオン君ですね。はい、それがなんかもうついてきてね、ああもう忙しいのにって思う時もありますけど、それがもうすごい可愛いなと思って、はい、このベランダから僕外出る時は必ずもう猫はあの隔離された別の、まあ、猫部屋にしてる、まあ、寝室なんですけど、寝室がもう扉が完全に閉まるので、はい、そこにもう一回大変ですけど2匹とも入っていただいて、自由に猫がリビング動ける状態でこの窓開けない、あの一回逃げられてる。あ、そか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 、困りますもんね。いや、レオンも逃げたよ。あ、レオン、そう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 、レオン逃げましたね。どこから？そう、前に住んでた家でリビングの窓を僕が夏に不用意にパッと空気入れ替えようと思って開けてしまって、で子猫だったんで、まあ、外の風をパッと感じてわーっとこうもう興味本位でさーっと出てしまったんですよ。もう寿命が縮みました本当に、はいはい、あれ翌々日くらいかな、そんなに帰ってこなかったんですか？はい、そうですね。で仕事から帰ってきたら、まあ、近くからニャーニャーって鳴き声が聞こえたんで、あ、これ間違いなくレオンだと思って探して、側溝みたいなあの溝のとこにいたんですよ、はいはい、うわ、でこうちょっとずつちょっとずつこう腰が引けながらこう寄ってくるわけですね。寄ってきて、で最後おもちゃにこう飛びついた時によう捕まえましたねはい、もう猫外を出したら本当に危険ですので皆さんも気をつけましょうね。はい、では最後にですね、猫ちゃんに言葉をかけるとしたらどんな？はい、じゃあリリに、長生きしてね。うーん、そんなに帰って11歳、そうですね、で仕事から帰って近くからにゃ20歳まで生きてほしいですね。あと10年ですね、うん、いけると声が聞こえたんで、はい、
ご主人いかがですか、猫ちゃんたちに。はい、僕も同じですね。もうなるべく長く一緒にいたいので、長生きをしてほしいなと。で、あの元気で長生き、ちょっとずつこう健康寿命、健康寿命によってもうで元気で長生きで、歩くのがゆっくりになってでも、ね、自分で歩いていろんな楽しめる状態で長生きしてほしいですね。なるほどね、はい、ご主人もダンスされてますからね。あ、はいはいはい、健康寿命を保つためにね。そうですね、はい、今年の夏も、ここ5年毎年出させていただいてるんですけど、松山祭りの方の、野球サンバの部門の方に親父ダンサーズのまたチームが出ますので、また興味がある方はもうこちらまで、こちらまで、こちらまで。まあ親父ダンサーズのフェイスブックページとかもありますんで、あ、そうなんですね、はい、検索してもらったら、あ、じゃあこれで検索してください。そこで、はい、メッセージが、はい、送っていただいたら、はい、実際に今フェイスブックでメッセージを送ってきてくれてメンバーになった人もいるので。メンバーはまだなっていいんですか。あ、まあ、全然大丈夫です、ま、毎年募集してますんで。何歳とかそういう条件とかあるんですか。もう全然そのいう条件も、まあ、ただすごい炎天下なんで、あの それこそ健康な方じゃないとちょっと難しかったりはするんですけど、今までだったら下は多分5歳とか6歳とかぐらいかな。親父じゃなくてもいい、親父マインドがあれば5歳でも、はい、もう全然全然全然老若男女、にゃんにょでいいんですか。はい、大丈夫です。あ、そうなんですね。はい、あの松山祭りの、あのチームは、はい、親父だけだとねなかなか人数集まらない。はい、老若男女、はいはい、お待ちしてます。お待ちしております。はい、ぜひ。大和動物病院も猫ワンを応援しています。猫ワン、もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所、愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。中西先生、もう4月に入りまして、はい、ワンちゃんの大切な時期がやってまいりました。そうですね、はいはい、フィラリアの予防の時期がやってまいりました。なぜ今かというと蚊が出てくるなんです。そうなんですね。どんな病気なんでしょうか。はい、フィラリア症というのはですね、心臓に寄生する寄生虫の病気になります。はい、これは蚊が関係している。そうなんです。蚊から寄生虫が体の中に入ってきて、はい、でそれが体の中でこう大きくなりながら心臓に到達して、まあ、心臓で悪さをしていくような病気になります。ワンちゃんとしてはそれが寄生するとしんどいわけですか。そうですね、しんどいです。まあ、まず軽い場合は咳とかそういった症状から始まるんですが、ひどい場合ですと失神が起こったりとか、ぐったりしちゃったりとか、血尿が出たりとか、はい、あと最悪の場合は突然亡くなってしまうこともあるんですね。はい、外で飼ってるワンちゃんも中で飼ってるワンちゃんも蚊はいますからね。そうですね、僕たちもやっぱりお家の中で刺されますからね。一緒なんですね。そういう意味では予防はしていただいた方がいいと思います。要注意な時期がやってまいりますよ。予防しないとどんどん重症になってしまうわけですか。そうですね、まあ、まずフィラリアに感染したということによって、まあ、その感染する数にもよるんですけども、異物が本来まあ心臓というのは血液しか通らない、あの場所ですよね。そこに虫がたくさん住み着いてしまっておりますので、まあ、そもそもその血液の流れが悪くなって体の状態が悪くなったりとか、異物が、体のものじゃないものが心臓にあるので免疫が働いてより心臓が変な形になってしまったりとかして、でより普段心臓に負担がかかってしまうような風に病気が進行することがあります。かわいそうですね。これはもう本当に予防が第一ということで、はい、もう進んでしまうともうあんまり治らない。
カットもあるんですか。はい、あの治療法はあるんですけども、やっぱり長い時間かけてあの治療していく必要がありますし、何よりもその治療していく中でもその心臓にかかる負担というのはずっとありますので、まあ、完全亡くなった後でもその心臓の病気が残ってしまったりとかすることがあるんですね。なのでまず感染しないようにすることが重要になります、うん、その方が飼い主さんの、まあ、お財布の負担も少なくて済むよってことですね。はい、そうですね。なるほど。じゃあどうやって予防すればいいんですか。はい、基本的には月に1回なんですけども、飲むタイプのお薬であったりとか、背中につけるスポットタイプというような、形状のお薬もあるんですけども、うん、そういったもので予防をしていただくことができます。予防を始める前にはやっぱチェックがあるんですかね。そうですね、うん、まずフィラリアに感染していないことを確認するために、うん、検査をすることが重要になります。そちらは血液を取って実施する検査なんですけども、はい、まあ、本当に少量で大丈夫ですので、少ない量の血液から、まあ、そのフィラリアに感染していないかどうかというのを確認した上で、いないねってなった子に月に1回の予防をご提案させていただいております。なるほど、はい、わかりました。最近来院される患者様の中にはですね、すごくさまざまな病気が重い状態になって初めて来院される子たちが多いと感じております。やはりそういう子たちもですね、早期に発見してあげることによってもっとできることがあったりとか、より治せる状況というのを作れるというのが最近の実感としてあります。まあ、ですのでこういった年に1回のフィラリアの予防のシーズンにですね、検診という形で血液検査、尿検査、できればレントゲン検査、エコー検査も一緒にしっかりさせていただいてですね、健康診断をですね、定期的に実施して早くからその子の病気を見つけて必要な治療を受けられたらなというふうに思います。なのでぜひご検討いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、量もペットシーツで吸い取ったり、水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園、トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ワン。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。持つお子様へ、テローグループで IT を学びませんか。建築家になってなれるかも。夢を広げるテローグループ。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。
また見てね。